こちら三田市消防本部毎月第4木曜日のこの時間にお送りしています。 この一ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日はサンダシ消防本部消防課から西本さん、そして予防課から土田さんお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速西本さんからえまずはこの11月の救急状況などご紹介いただけますか。お願いいたします。はい。えー、先月 の救急状況なんですけれども、平成二十九年の十一月一日から十一月三十日までの火災出動件数は四件となっています。え、その内訳なんですけれども、車両が一件、建物が三件です。で、救急出動は三百五件となっています。三百五件。はい。で、内訳なんですけれども、火災が二件、交通が二十六件、労働災害が五件、運動競技が三件。 一般不詳が54件、はい、急病が188件、その他が25件、はい、自尊行為が2件となっています、はい、やはり急病が多かったという感じですね、188件、はい、はい、はい、続いてで、救助出動ですけれども、はい、7件となっています7件、はいはい、内訳なんですけれども、交通が3件、その他が2件、2> はい、火災が2件です。はい その他出動は三十五件となっています。はい、えー、火災出動と救急出動、そして救助出動、その他の出動ということでこの四つに分けてご紹介いただきました。えー、今の四つに今度は十二、えー、月今月の二十七日昨日までの状況、えー、この十二月はどうだったでしょうか。この四つについてまたご紹介ください。はい、えー、今月なんですけれども、はい、平成二十九年十二月一日から十二月二十七日までの火災出動件数は二件となっています。はい。 内訳なんですけれども建物が1件その他が1件ですで、救急出動は311件となっています内訳なんですけれども火災が1件交通が20件労働災害が6件運動競技が5件一般保障が45件自尊行為が1件急病が191件その他が42件となっています で、救助出動なんですけども、えー、9件です。9件、はい、はい。内訳は建物事故が7件、交通が1件、はい、1> ガス酸欠事故1件です。はい、また、その他出動が40件となっています、はい。今お伺いすると、いろんなところでの救急出動をしてらっしゃるなというのが分かりましたね。では、あの今、えー、ご紹介いただいたものを含めまして、えー、昨日までの今年の状況、改めてご紹介いただけますか？お願いいたします。はい。 えまた平成29年1月1日から12月27日までの救急件数は3965件となっています、はい、平成28年、昨年の件数より全体で200件増えているということですか内訳なんですけども、えー、火災が15件で1件の減少、はい、交通事故が298件で11件の減少、はい、で急病が2440件で127件の増加しています。はい 労働災害が五十七件で三件の増加、自然災害が二件、水難四件で二件増加しています。その他が四百一件で三十五件増加しています。それで、一般府省が六百四十件で二十七件の増加、加害が二十件で三件増加、自尊行為が二十六件で五件の減少しています。 また運動競技は六十二件で十八件の増加となっています。そうですか。はい。はい、全体として二百件昨年に比べて、えー、増えているということですね。これが救急件数でした。では続いては火災件数はいかがだったでしょうこの一年昨日までと比べてです。お願いします。はい、えー。火災件数は五十件です。五十件はい。はい 昨年の件数より18件の増加となっていますす増えているんですね内訳なんですけれども、はい、建物が22件で9件の増加、はい、その他が26件で12件の増加林野、はい、が1件で1件の増加、はい、車両1件で2件の減少となっています、はい、分かりました火災件数は18件これも増えているということですね、はい、では続いて救助件数はいかがでしょう、はい、救助件数ですけれども90件 これは昨年の件数より5件の減少となっています、はい、こちらは減っています、はいはい、内訳は建物37件で8件の減少、はい、交通26件で7件の増加、はい、火災が12件、はい、その他9件で5件の減少、はい、水難は2件 2>、はい、機械事故2件で1件の減少、はい、自然災害が1件、はい、1> ガス3月1件となっています、はいえー、救助件数は90件で昨年と比べて5件少なかったですという状況です。 その他の部分はいかがでしょうか。はい、ええー、その他の出動は二百八十六件となっています。はい、わかりました。ありがとうございます。では、今の数字など、動きなどを見まして、注意点ご紹介ください。はい、えー、急病の件数が先月より増加すると予想されます。はい、で、十一月の最高気温が二十一点四度。はい、最低気温がマイナス二点一度。はい。 で12月1日から12月27日までの最高気温ですけれども、はい、14.2度低いですね。はい、えー。最低気温がマイナス6.3度となっております。ああ、ですね。で、先月より気温が低くなり体調不良による救急指導の件数が増加すると考えられています。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっと救急車の利用の方法などについても触れていただけますか。はい。 えー、三田市では年間約3800件の救急事案に対応していまして、はい、救急車も台数が予備車両も含め5台で対応しています5台で対応してくださってます、はいえー、近年救急車の出動件数搬送人はともに増えています、はい、そのうち入院を必要としない軽症患者は全体の半数を占めています入院を必要としない割とこと軽めの患者さんが半分いらっしゃるということなんですね。はい、はい 市民の皆さんには救急車の適正利用をお願いしていますが一刻争う重症の方が救急車を利用できなくなることご理解いただきたいと思いますのでよろししくお願います例えば重症の方というのはどうううい場合でしょろれつが回らないとか片方の手が動かない動きにくいまた顔が歪んでいる意識がない呼吸をしていない大量の出血がある胸の痛みがあったり冷や汗をかいている。 ままたたその他のの他緊急の場合はは迷わずに119番通報ししてください、はい分かりましたあのなかなかあの慌ててしまうとどのようにあの救急車を呼んでいいか分からないしどう説明したらいいか分からないということであらかじめちょっと知っておくと落ち着けるかもしれません改めて119番するとどのように進んでいくんでしょうかご紹介ください。 はいえー、救急車の呼び方ですが、はい、119番通報すると指令室員が「火事ですか救急ですか?」と問いかけてきますので、はい、じゃあかけるとまず出るのが指令室の方で「はい、火事ですか救急ですか?」と言ってくださるわけですね救急車が必要である場合は、はい、救急であることを伝えます、はいはい、で場所を問いかけてきますので、はい、救急車に来てほしい正確な住所を伝えますなな、はい、なかなか正確な住所を 出てこないことが多いんですけど、その場合はどうすればいいでしょう。そうですね。えっ、ー、と近くに目標物があればその目標物と言っていただくとか<あ>、目立つところがあれば場所があればそこの目立つ重視、えー、あの建物の名前とか言っていただいたりいいと思います。じゃあ電話をかけながら周りを見渡せばいいですかね。こういうものが見えてますとか。そうですね。はい、目標となるものを見ていただければいいと思います。えー、はい、わかりました。 その後どのようになっていきますでしょう。はい、えー、症病者の方の年齢、性別、はい、現在の状態とか持病、えー、かかりつけの病院があるかを問いかけてきますので、はい、落ち着いて伝えていただきたいと思います。はい、今ご紹介いただくと常にあの向こうからお話問いかけてくださるので、それに答えるという形でいいわけですね。そうですね。あの指令室員が問いかけますので、それに。はい 落ち着いて伝えていただいたりと思います、えー、はいわかりましたありがとうございますでは続いて消防課からのお知らせも今日はいただけるということでご紹介くださいはい、えー、消防課からのお知らせです、はい、現在年末特別警戒を実施しています、はい、12月26日から12月30日までの間は第二年末特別警戒として、うん、三田市消防団の皆様が、はい、市内各各地区の各分団機構に努めて、はい、消防火圧ポンプ積載車にて火災の警戒活動を実施していますはい 年年末年始は火火を扱う機会が増えるため火災が発生しやすすい状況になります、はい、空気が乾燥して暖房器具を使う機会も多くなり火災が発生しやすい状況になりますので外出や寝る前には必ず火の元を確認するようにしましょう、はい、暖房器具を定期的に点検してください、はい、またカーテンなど燃えやすいものの近くにストーブを置かないようにしましょう、はい 洗濯物をストーブで乾かしたりするのはやめましょう、はい、これはあの何度もお話しいただいてますが干した時は重いのでちゃんと収まってるんですけど、はい、乾いてくると軽くなってひらひらして落ちるということなんです、ね、そうですね、はい、はい。ぜひ皆さんご注意くださいはい、えー、また例年12月から3月にかけてインフルエンザが流行しますはい、えー、改めてインフルエンザの症状ご紹介くださいはい えー、風邪ははどの痛み鼻汁くしゃみや咳等に症状が中心で全身症状はあ,あまり見られません、はい、発熱もインフルエンザほど高く重症化することはありません、はい、インフルエンザはインフルエンザにウイルスに感染することによって送る病気になりますで38度以上の発熱頭痛関節痛筋肉痛全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴になります、はい 合わせて普通の風邪と同じように、喉の痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。はい、お子様やご高齢の方や免疫力に低下している方では、重症になることがあります。はい、最初の段階では、風邪とよく似ているけれども、えー、急激に38度以上の発熱とか、今ご紹介いただいた症状があるということで、そのかかってから、えー、どのように経過していくのか、ここもご紹介ください。はい、ウイルスに感染した場合ですけれども、一、はい、日から三 日間の潜伏期間があった後に症状が発生します。その症状には突然の高熱や食欲不振など症状が現れ,ばあればあります。また腹痛や吐き気などの症状も現れたりする場合もあります。でこのような自覚症状があった場合にはすぐに医療機関への受診をお願いします。発症する2日ぐらい前から発症後の1週間ぐらい確認は周囲の人にうつしてしまう可能性がありますので。 特に発症日から3日間ほど最も感染力が高いと考えられていますので、はい、熱が下がっても感染力がまだ残っているので人にうつさないようにする注意が必要になります、はい、注意点、いろいろとご紹介ください、はい、流行してきたら、はい、特にご高齢の方や基礎疾患のある方、はい、妊婦さん、体調の悪い方睡眠不足の方は人組への外出と控えましょう、はい、またウイルスを入れないためにはマスクの着用は効果的になります。はい ウイルスが付着したものを手で触り、うん、鼻や口目だのを介して感染することがありますので、はい、手洗いうがいは大切となります、はい、で乾燥した室内では加湿器を使って50%から60%の湿度を保つことも効果的になります、はい、で、早いうちに予防接種を受ける栄養と睡眠をしっかりとって免疫力を落とさないようにしてください、はい、またご高齢の方や持病をお持ちの方はインフルエンザを発症としますと症状が重くなったりすることもありますので特に注意していただきたいと思います、はい でまた年末年始にかけてですね、えー、お休みをされる医療機関が増えてきてますので,です、ね、近隣の医療機関の受診が非常に難しくなることが予想されますすで、はい、に体調がおわしくないと自覚されている方お早めにかかりつけの医療機関を受診いただきまして、はい、年末年始の体調管理についてご相談されることをお勧めしますはい、どうもありがとうございましたえそれでは変わりまして予防課の土田さんからえ、はい、今日はどんな話題でしょうかご紹介ください、はいえー です。今日は防火管理講習の募集についてと、はいはい、もう一点は文化財防火デーが始まりますので、はい、そのお話をさせていただきたいと思います。はいよろしくお願いします。はい、お願いします。えっと防火管理講習というのはいつ頃行われるものでしょうか。はいえっ、ー、と年間三回年間三回やってるんですね。はい。で今年度の一番最後になるんですけど、はい、えっと2月7日と2月8日で、はい 実施します。はい、二日間。はい、じゃ、内容を少しご紹介ください。と、もんがきさんって防火管理者ってご存知ですか。あの、名前はビルに行ったりすると、防火管理者誰それっていうのを見た覚えはあります。それはね、火元責任者。また違うんだ。そうですね。あ、失礼しました。これはちょっとじゃ、わからないです。詳しくは。はい。と、火元責任者っていうのは、例えば、そのお部屋の。はい。 えっと、火器なんかを、えええー、管理する、はい、消したかなっていうのを任された方で、はいはい、防火管理者さんっていうのはですね、ええ、その事業所全体の火の用心を守っている人なんですね。ええ、あ部屋だけで全体,を全体でちょっと平たく言うんですけど、はい、えっと建物の火事があった時に逃げたりだとか、ええ、火を消したりだとか、ええ、それまでに火事が起こる前も えー、ちゃんと水が出るかなとか<ー>ちゃんと逃げれる道になってるかなとか、はい、あとは皆さんがそのものをしょ、えー、消防の資機材があるんですけどそういったものが使えるかなっていう訓練をしたり、うんはい、そういった火の用心の、えー、いわゆるそうですね指揮官や司令塔みたいなものですかね。その方々が、えー、とこれは きちんとした講習を受けないとなれないそうですということですね。はいすはい、えっと消防法で定まった、はい、あの講習があるんですけども、え,ーはい、えっとサン出でも行ってますので、はいえー、それのちょっと募集のお知らせに参りました。はい。 で先ほど2月7日と8日2日間あるということですが、はい、もう少し詳しくじゃご紹介いただけますか内容についてもですね、えええっと,公主とおつしと2つありましてこれはちょっと違いが分かりですそうなんですよちょっとややこしいですよね、はいはい、じゃあまずおつしの説明からするんですけど、はい、そもそも事業所にですね、ええ、従業員さんだったりお客さんだったりって入られますよね、ええはい、でそれが一定の人数が入られるようだったらこの 効果管理者さんを置かないといけないよっていう、はいえー、そういう法律があります。まずはい、はい、で、えー、オツシュっていうのはですね、事業所のサイズが例えば飲食店とか物販店ですよね、はい、だとすると300平米の大きさまでですね、はい、未満ですよね、はい、の大きさであればオツシュの資格でも可能です。はい、で、えー、と例えばその他にいろんなカテゴリー分けをされてるんですけども。えー えっと、工場とか事務所とか、はいえー、学校とかですね、はい、ほぼ出入りの方が決まっている建物ですね、はい、っていうのは500平米未満がお通しの対そうかそうかいらっしゃる人の出入りが不特定多数ではなくて、はい、一定だったら少し広くてもそうなんですよ。人数も、えええっとさっきおっおしゃった 決まった人が出入りされる場合は50人を超えると必要になるんだけどそれ以下だったらいらないですし今度お店だったら太くていろんな知らない方ありますよねそういう時は30人で必要になってくるんですそうなんですね例えば工場だとか学生さんだとはレイアウトを分かってるから慣れてるから逃げれますよね。そううい意味 でね、本当ですね。日頃からちゃんとあのどこを通ればどうかというあのわかりやすいということですね。はい。で、その講習を行うんですけども、えっと、お寿は一日で講習が済みます。あ、はい。割とあの簡単にでもないです。簡単。えっとね、内容はあのみっちりさせてもらうんですけども、講習については二日間なんで。 ええとちょっとさらに詳しくやらせていただいているうって感じですね。増えていくんですか項目が、うん。そうですね。あ,<ー>あの内容がさらにディープにやらせていただいていると解釈してもらえたら。はい。わ、はいはい、かりました。はい、ええと場所はどちらでされるんでしょうか。はい場所は消防本部のえ<ん>、えー、大会議室で行います。そうですか。はい。これは何人ぐらいが対象になるんですか。そうですねありがとうございます。 全部で40人の机しかないんですね。はい。はい、なので、講、えー、の方もおつの方も合わせて40人で締め切りとさせていただいています、はい。合わせて40人。はい、えっと一緒にじゃあ受けるあということ。ですか。同じ会場で一日目は講もおつも共通の、はいえー、内容でやらせていただきますので。はい。はい。わ、はい、かりました。えー、っとこれは申し込みとかは、はい。 えっとどのようになっていくんでしょうか。はい、でね申し込みが二、えーえー、パターンあるんですけども。はい、お願いします。はい、最近ちょっと公表いただいているのがメールによる申し込み方法を今取り入れてます。お手軽ですね。お手軽ですね。すねはい。でえっとね日にちが一月十五日から申し込みスタートで締め切りが十九日なんですね。十九日まで。はい。はい。で えっとホームページを参照していただけると手順についても書いてるんですけども、そうではい、メールでやり取りさせていただいて、はい、でお金も振り込んでいただいてですね、はい、でそれが確認でき次第、えっと受付完了とさせていただいてます。そうなんですね。はい、それ以外にも、はい、えっとそれ以外は窓口で、これが今まで通りですか。そうですね。消防署に来ていただいて、はい、まあ私なんかがいるんですけども。 えー、実際にそこでお金いただいたり、えー、お名前を書いていただいて申し込み完了とさせていただいてます、はいえー、と先着になるという方ね,そうですね先着順でさせていただいてるんであということは、はい、ちょっとあの頑張ってお早めにそうあの仕事なんかでもう必要だよって言われてる方は、えー、あ早めに来ていただいたら、えー、今までの状況ではどうですかして割と早いうちに、はい もうねその時々によるんですけども、はいはい、結構早めに終わっちゃうことも中にはあるのであで,、はい、でもあの1日で終わることないですし大体そうですね15から、えー、この1週間ぐらいは大丈夫かなとは思ってるんですけども 2>, 2週目になるとちょっといっぱいになってる可能性は。 否定できないですね。はい、わ、はい、かりました。皆さんお早めに。まずはあの必ず取らないといけないと、お仕事のね。はい、関係でもいらっしゃると思いますから、はい、お早めにお申し込みになってください。ね、えっと、先ほどお金を振り込む、あの、はい、その場でお受けになるとか振り込みがありました。おいくらぐらいかかるんでしょう。はいえっと攻守の。 公種については4000円。公種が4000円。はい。おつしは3000円です。おつしが3000。はえっと項目が少なくなりますし、またこれは規模によって変わっていくので、自分が希望するのではないというね。ところですね。で、あとはですね、あのおつ取っておられて転勤なんかで公種の建物に変わられる方があるんですね。そうするとまた取り直しってなっちゃうんで、もう最初から公種を 取られる方がほとんどなんですけれども、はあ、あはい、ははあ、そうか一からやり直しになるわけですね。すはい。でこれは一旦いただいた資格というのは、あ、えっ、ー、とね期限ないです。<あ>一生ものの資格になりますので、そう,そうですか。はい。はい わかりました。ぜひ皆さん、あのお仕事でまたそして関心がある、はいえー、そのあたりの方はぜひ1月15日からの申し込み受付、はい、お早めになさってください、はいで。渡してるカードも今かっこいいんで。あ、そうなんですか。<laughs> ぜひわ、はい、かりました。はい、そしてあのお問い合わせどちらにさせていただけたい,いですか。そうですね。消防本部の予防課で問い合わせいただきたいんですけども、はいえー、電話番号も申し訳ない,いんですかね。はい、564の0119。はい で予防火が窓口になります。はい、えっとこの電話番号は代表になりますね。そうですね、代表電話になります。はい、わかりました。そして予防火とおっしゃっていただくか、防火管理講習についてとおっしゃっていただくかということですね。ありがとうございます。あとはいろんなあの例えば神戸市なんかでもやってますし、西宮なんかでもやってるんですけども、サンダの特色としては実際に消火器を噴射して火を消す練習をしたりとかですね。実技があるんですか。そうです。 だから皆さん40人だったら40本用意して一人一人,人やってもらったりあとは実際の家事の,ねあのお話なんかに踏み込んでやってますんでえ本当にしっかり火の,の用心の勉強をしていただけるようになるべく工夫してますんでぜひ受けていただきたいと思います。これを受ける 条件というのか例えば三田市にお住まいとか、はい、いくつ以上とかあるんですかえっと、ね、なるべくなら三田の方をお受けしてるんですけども、はい、笹山からもお越しになられますし以前は朝5市の方からも来られたことがあったりで,です、はい、やっぱり急いでる方はいろんなとこでもられますんです年齢はいかがでしょう年齢はねいだいたいた中学こう卒業 されたぐらいのあの方だったらというところで線を引いているんですけどもはいはいわかりましたぜひ今のうちに勉強したいとおっしゃる方も学生さんでも大丈夫とあそうですねできたら大人の方でははいお願いしたいと思ってますはいわかりましたえ続いてもう一つは文化え文化財暴化でこのお話お願いいたしますはいえっと文化財暴化でというのがですね1月26日はい に、えー、行われますでこれきっかけがですね、えーえー、昭和24年ってすごい古い話になるかもしれないんですけど、うんはい、1>, 1月26日にあの法隆寺の,、えー、あの近藤があの火災になったんですね、えー、であの世界的に有名なあの国宝が、うん、壁画があったんですけど、うんはい、それが消失してしまったということですごい大きな痛手を負った火災がありました。ね、はい でそれから1月26日を文化財防火デーということに定めまして、ええ、全国の消防が一斉に防火啓発を展開しています。ということょと今年は文化財に合わせたその消防車両なんかを使った訓練なんかはないんですけども、はい、えと文化財の置いてある施設なんかに立ち入り検査、ええ。 はい、行おうと思っています。はい、三田にはどのあたりにあるんでしょう、ねはい？はい、三田にもたくさんの文化財があるんですね。えー、で中でもあの国に指定された文化財なんかも結構あるんですよ。はい、例えばですね。えっ、ーはい、と、三田市のあの堺にある高峰神社の本殿なんかもそうですし。し、はい、えーはいえー、岸の御陵神社も本殿が国指定の文化財になってます。 そのほかは大河瀬の住吉神社なんかも文化財ですし金信寺さんの観音様の、えー、えと仏像なんかですね。えー、あとその他 あの不動明王の流造なんかも文化財になってますね。うそうですか。はい、あの皆さん日頃からのねあのお散歩とか、はい、それからお祭りなどでおなじみの場所があそうですね、えー、あの国に定められた文化財になってるんですね。はい、はい。じゃあそのあたりをまたあのどのようにうまくあの設備が整っているかの点検に行かれるという、うん、そうです。はい。ねあの建物の中で。 申し上げるとですねだったあり、ろうそういったあの管理状況だったりですね、ええ、あとはあのストーブだとか、はい、寄り合いでストーブ使われたりもしますんでね、ええ、あのそういった管理状況だとかあの注意喚起をです、ね、させていただいたり、はい、その他にコンセントなんかも神社にね,ね中にあったりするんだけど、はいとね、それが。 すっごく古いコンセント使われていることがあるんです。<laughs> そうなんですね。なので、古いやつって、プラスチックもですね。えー、傷んでることがありまして。で、ちょっと取り替えをおすすめしたりだとか。はい、たくさん刺されてることもあるんですね。そうですねいわゆるタコ足。はい、タコ足配線ね。<laughs> はいえー、はい、それも、め、人の目を。あの、関係なくね、出荷することがありますので。本当、えーえー、ですね。はい。 そういった注意をちょっとさせていただいてます。はい、わかりました。1月26日、はい、この前後にじゃあ,、はい、あそうです。行かれるということですか。はい、あのその日だけピンポイントではなくて、えー、はい、えー、31日までですね。はいこの期間であの文化財に特化してあの消防の立ち入り検査を行ってます。えー、はい。 また建物だけじゃなくて、ええ、あの周りで、ねええ、何か燃やされたりとか<あ>、はい、焚き火されたりすることがあるかもしれないんだけど、ね、距離を取っていただいたりだとか、はい、そういったこともあの注意させてていいただいてますね、はいはい、本当にあの火災はよく言われますが最初は小さな火、はい、それをその段階で見つけたり私たちが注意することで防ぐことができる、はい。 一つのまあ災害と言いますかなりますのでね。でねはい、分かりました。え、はい、一月二十六日から一週間ほどかけて、はい、まあそれだけではなく、本当冬場今日も乾燥注意報出てますのでね、ではい、皆さん火災火の取り扱いに十分お気を付けいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日は三田市消防本部消防課から西本さんと、そして予防課から鈴田さんお越し下さってのお話でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。 この時間は、こちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では、火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識として、ぜひ参考になさってください。次は来年1月25日の木曜日、午後3時10分から予定しております。次回もぜひお聞きください。